いします。振り袖の紹介からお願いします。私の振り袖はこんな感じです。すごい、なんか珍しい色合い。髪の毛の色と合わせて白系でいこうと思って、うん、この色を選びました。すごい、ね、後ろの帯がすごい可愛くないですか、うん、このすごい、この素材がレースなんですけど、結び方もプレゼントみたいになんかオリジナルで結んでいただいて、おしゃれに仕上げていただいて、すごいなんか妖精さんみたい。本当ですか、ありがとうございます。消えちゃいそう。あとファンの皆さんが大好きな羊ヘアもしました。ファンの人の要望にも応えた、はい、すごい綺麗なものですね。はい、ありがとう。そしたら、今年の抱負、制限時間30秒で、はい、ひーちゃんお願いします。はい、私はこちらです。じゃん、一年通天という四字熟語があるんですけど、こちらの意味がこう一心にこう念じて取り組めばこう願い事もあの成就するという意味があるんですけれども、そうですね、やっぱり二十歳になって新しいスタートラインにまた立って、これから新しいことに踏み込むためにもこう一生懸命日々前進できるように頑張っていきたいと思います。ファイティーン。はい、ありがとうございます。はい、すごい、ファンの人も知らないような四字熟語。はい、すごい。それは調べたの、それとも元々知ってた？そうですね、抱負をこう立てる上で調べて、うん、これが今自分にすごいピンときた言葉だったので、こちらにしました。じゃあその言葉を胸に、はい、新成人頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、続いてひなな。はい、ちょやかジーズのせよ。